食らえ。第3問、破壊神ペコーラのやらかしはどれ。A、 子供に道を聞かれてテンパって答えた方向が逆だった。なるほど。 B、 駐車場で間違えて知らない人の車のドアを開けた、しかも見ず知らずのカップルがイチャついていた。 C、 細かいラムネ入りのアイスをお店でぶちまけ泣きながら掃除をした。D、 バスで降車ボタンを押すのが恥ずかしくなって終点まで乗った。さあこれのどれでござろうか。いやでもなんか今気になったのがさ、 B だけなんかさ補足情報がさ言ったよね。どうだろう、気になっていたのだよね。のイチャイチャしてたって言った、え、書いてないよね。やめろやめろ、そういう詮索をするんじゃないペコさん。え、 B だろこれ。 B じゃん。ペコーラよくほらあの地図とか読めないペコだから、適当な方向とかね、 A の逆とか言うかもしれないペコだしさ。 B でしょ。聞きたくないペコだよ。引っ掛けかもしれないペコ。いいの、間違えたらもうヤバいペコだよ。愛媛どう思いますか。いや B じゃないのこれね。ねえ、 B ですよね。やばい、一番最弱なんじゃないかペコだ、大丈夫かな。では決まったのだ、答えは B なのだ。君たちは本当バカだよね。嘘でしょ。何よ、そんな補足文があるからってペコーラがやってるとは限らない。ありそう。え、バス、バス？うん、あるわけねえペコ。いや、こんなのって誰じゃねえの？歌わせるねペコでしょ。その勇気はあったか。 A、 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 子供に道を聞かれテンパった答えは方向が逆だった。違うに決まってるペコじゃん。じゃあ C なの？さあ、C ペコですね、正解は。なんかね、かわいい、なんか普通にかわいいの。あ、ありがとう。我々も特技使ってちょっと当てに行きましょうよ。行きましょうか。これは本気を出すしかねえのだね。第4問、くらえ。破壊神ペコーラの過去の痛い行動はどれだ。 A、 小学生マウントしながらネット GM 見たる。 B、 お絵かき掲示板で自作自演。 C、 自作の黒歴史もう配信。あれ、あれ、なんか見たことあるペコーラやってない。あれれ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 れ、あれ、なんか人が前に出ちゃった。 D だろこれ、 D だろこれ。 A から C まで前にやれ全部。一人だけちょっと心に傷を負ってるペコだけど。あ、こんな攻撃方法があるんだ。特技とか使わなくていいペコなの。特技とかこれマリンじゃない可能性もある。これペコラやらかしてる可能性もある。マリンの特技使っていいですか。今週はマリンの特技、海賊流交渉術パーリン。我々の秘密を一つ話そう。だからお前もこの問題のヒントを話してくれないか。ふむふむ、よかろう。じゃあ誰の秘密を教えてくれるペコなんだい。かわいいだけじゃヒントあげれねえよ。どぎついの声、どぎついの。それでは宝生マリンの秘密。宝生マリンの初恋はカレーパンマン。ダメ。クロイちゃんでもいいペコだよ、ペコーラは。いやー、サカモトはなんもないですけどね。サカモトではだけど。秘密、秘密言ってごらん。もう過去にBL に沼りすぎまして、公式の供給じゃ絶対にいないであろう、本編で関わりのない同士のキャラクター、しかもおじさんとショタっていう組み合わせの小説を書いて公開したことが。公開した、公開したのか。おい、見せてごらんなさいよ、ちょっと。仕方ないじゃん、ヒントあげちゃおうペコかな。やったー。この4つのうちの3つは、誰かがやったことある、しかもこの中
だよ、マリンじゃねえかよ、結局。あ、姫言ってやってください。ダメージ負ってるわ。わかったなら、マリンしんちゃんありがとうな。決まったならよ。答えは、D なのだ。なんで、なんで、これペコラのさ、秘密をさ、これ、あれ、あの、うん、暴く、あ、なんでこんな、こんな問題出てきちゃったかな。まあ、破壊神ペコだから、マリンの心をまず破壊してやろうかなって思ってね。ついでにやめてもらえます？やばい、被害が甚大だ、こっちは。一応、正解してるペコだから、喜んでいいペコなんだよ、3人は。あ、そうだ、そうだ、おめでとう、おめでとう。あ、そうだ、なんだった、嬉しいんだな。やった、今のところ4問中2問正解して、ペコーラはもう残りライフは1。この最後の問題で決着がつきそうペコだね。最終問題くらえ。破壊神ペコーラの人見知りエピソードはどれでしょう。 A ファミレスで店員さんを呼べず注文せずに帰る。 B知らない人がいるエレベーターに乗れず10階分の階段を登る。C アイドルデビューしたての頃、収録の待ち時間はトイレが心の拠り所。 D 打ち合わせ中マネージャーにチャットを送って代わりに質問してもらっていた。 ありそう。絶対 D だと思うんだけど。また D か。そもそも一人でファミレス入らんくね。確かに。あ、そう、Dもなんかそんなエレベーターに知らない人なんて絶対に常にいがちなのに、それで10階分も登らない。Cも同期だからわかるけど、別に待ち時間ね、トイレになんていないからね。ずっとスマホいじってる。なるほどな。ただわかんない、同期だからかも。ここでちょっと必殺技いいっすか。お願いしますよ。いいですか、坂本の。バクバクお掃除、バックバックバクーン。いらないものはお掃除だ。どれが消されるペコなんだ。リーは残るだろうな。どうだ。嘘、ディーじゃない。消えた、嘘でしょ。やっぱりさ、Cなんじゃないっすか。マジでCなの。確かに初期の頃一緒にいなかった気がするな。いつも、え、なんかお姉さん組しかいなかったような気がしてた。あれ、なんかペコラどこ行ったみたいな。でもエレベーターね、知らない人なんて大体いるもんね。10階分登るのはきついのだよ。結構エレベーターってペコーラはちょっと狭い空間で人数が多いとなっていう気持ちは結構あったりするペコだしな、知らない人が多すぎて。急に我々姫を信じますよ。うん、姫はどうするペコか。よし、ちょ、決まったのだよ。答えは C77。くらえ、超一撃最終奥義、愛と怒りと悲しみのプリンセス、うなうなソーダ。だから、そう、ちょっとね、これは心のよりどころ。そうなんだ。今はね、もう全然そんなこともなくなったペコだけどね。今はないんですね。今はもうあれ、携帯だね、ずっと。いや、でもまさかこんな奴らに負けるとは、覚えてろよ。祝初勝利。いや、姫やりましたね。過去をね、いろいろね話してくれたおかげで、苦しい、記憶が、すいません。
ません、姫も秘密喋ってもらっていいですか。なんか我々んだけ苦しい思いさせて姫何もなしってちょっと ないっすね。それはいや、そういうもんなんだよ。いつもそういうもんなんだよ。姫の秘密教えてください。秘密を教えなさい。ペコだ、倒されてもペコだ、聞きたいペコだから。おいおいおい、なんか声が聞こえるんだけど。あえて言うなら、そうなのはね、よく漫画アプリで漫画をね、よく見るのだけど、うんうんうん、まあ、たまに20歳未満が見らない。そういうのちょくちょく DM。 やばい、赤ちゃんだと思ってたのに。姫もお年頃ペコだな。後でおすすめ教えてくださいね。うん、どんな読んでるか見せてくださいね。わかったなら、みんなでお菓子の国に帰るのだ。こうしてルーナ、マリン、クロエは破壊神ペコーラを打ち倒し、見事お菓子の国の平和を取り戻したのだ。おしまい。